皆さんこんにちは。大分の高っちょ親方です。さあこれ収録、そして多分動画公開する日もですね、11月の3日でございます。さあこの日は何の日でしょうか、ね、まあ世間一般的には文化の日でございます。ただこの数年私にとりまして、この11月3日というのは真剣大分学検定の日でございます。この大分学検定、皆様ご存知でしょうか。まあ、過去の動画ですね、ブログでも紹介をしております。まあ、毎年11月3日文化の日に行われるご当地検定です。まあ、大分のことを、ね、どれだけ知ってるのか、ね、どれだけ愛してるのか、まあ、一つこう客観的な指標でですね、分かる、面白い検定でございます。まあ、これ色検定といってもですね、いわゆる、まあ、筆記問題、まあ、100問ありますけれども、それに加えて、まあ、例年スペシャル問題というのが出題されております。まあ、まさにこれはですね、五感をフルに使ったですね、面白いクイズです。例えば、まあ、目ですね、視覚で言えば写真や映像を見て、じゃあこのお祭りは何ですかとか、このお寺のはですね、何というお寺でしょうか、当てる問題がございます。またこの味ですね、味覚については、実際に例えば、カボスジュースはどちらでしょうかとか、焼酎はどちらでしょうかというように飲み比べを実際に試験会場で行います。でさらに触覚とか匂いとかなりますと、温泉を触ってこうで、ね、匂いを嗅いで、時には舐めて、この温泉はどこの温泉、別府、天ヶ瀬、湯布院など当てることもあります。でまた耳ですね、聴覚については、まあ過去ですと大分弁の方言の弁論大会で優勝した方が、大分弁のスピーチを喋って、その中では大分の方言とその意味を当ててくださいとかですね、近年はですね、この民謡を聞いて、どの市町村のですね、民謡かを当てる、クイズも出ております。まあ、その一般問題100、いわゆるですね、書き問題100問プラス、スペシャル問題が20点分ございまして、例年120点満点でですね、試験が行われております。ただし、今年は新型コロナウイルスの関係でですね、まあ、その飲み問題とかですね、温泉の問題は今年はお休みということになります。ということでですね、今回、会場受験が40名で、オンライン初めての取り組みですが、100名ほどですね、揃いまして、試験が行われました。私もですね、過去8回のうち、今回が7回目ですね、1回だけちょっと仕事でですね、どうしても受験ができなくて悔しい時がございましたけども、今年もですね、なんとか、まあ、仕事休みいただいてですね、受験することができました。今回そのまあですね、今実は先ほどまで問題実際解いていました。でその解いていた、まあ、感想ですね、問題内容はもちろん権利の関係紹介できませんが、まあ、簡単に、まあ、どんな感想だったかとかですね、そして、まあ、私はどのように、まあ、個人的にですね、勉強してきたのかを、ご紹介いたします。まあ、個人的な話題ではございますが、何かしら参考になれば幸いです。どうかお付き合いよろしくお願いいたします。まあ、実はですね、まあ、私も過去、まあ、今回で8回目ですけども、まあ、近年はですね、中級ということで、まあ、最初10位ぐらいだったのが、まあ、だんだん5位とかで4位で、昨年がですね、わずか1点差で私2位だったんですよ。もう悔しい、まあ悔しいね、白真剣ですね。本当1点差っていうのは難しかったですね。まあ思ったよりかは出来は良かったんですけれども、やはりこうね、順位がなると、まあ特にこう、大分学検定というのはもちろんね、点数とか順位が全てないですし、これをきっかけに大分のことをより知る、愛して、そして PR できる、そういうのがまあ最終的な目的なんですが、まあただやる限りにはやっぱり1位になりたいという思いがありました。まあ、そういうね、悔しい思いは過去の動画でも上げておりますので、よろしければご覧ください。まあ、今年こそはまあリベンジというところなんですけどもね、実際のところあんまり勉強してないというね、ちょっと中途半端な感じですけども、まあけど受ける時は受けるということで、今年も受けてまいりました。です、今年の、新ですね、第8回の、まあ、感想とかですね、概要とともにお伝えいたします。先ほどご紹介した通り、今年はコロナ禍の関係でですね、会場受験だけではなく、初めてインターネットを使ったオンライン受験を
開始いたしました。まあ、いわゆる自宅とかでね、パソコンやスマートフォンなどで受験ができるということでございます。まあ、そのため先ほど言ったように味覚、嗅覚、触覚の問題は なしですね。で、このオンラインっていうのはですね、今上に出てますけど、これはメールでこう5通届いてるんですけれども、それぞれですね、まあ、順番があって下から順番に解いていくんですけれども、各設問に制限時間がございますので、その制限時間内にとりあえず回答を送らないと、なんとその、ね、分野全部0点になってしまう可能性もあるという、非常に結構シビアなんですよ。まあ、極端な話、そのオンラインだからじゃあカンニングできるかどうかっていうと、そんな余裕ないです、正直。これ他のですね、イルミネーション試験とかでもそうなんですけれども、結構この制限時間というのはシビアで、もうひたすら解くだけで結構精一杯です。で、さらにこの、まあ、パソコンでこう入力ミスとかですね、結構ずれたりとか確認が結構時間かかります。私最後のその 100問で一般問題、危うく名前入れそびれて出すところが危なかったんです。もうそれほど結構カツカツでした。ただ個人的にそのまあ私はまあ文豪の市に住んでいますけれども、そのまあ街中の会場に行くまで結構やっぱ1時間かかるわけですよ、ね、その1時間の負担とか考えると結構楽ですね。特にまた公共交通機関とかでバスとか列車でですね、移動すればその、ね、片道1時間ぐらいは勉強に使えるかっていうところなんですが、まあ、私の地元とバス停もね、駅も遠いですし、まあ、特に去年とかそうなんですけど、私の場合試験が終わったってどっかに、ね、また用事があるから結局車で行かなきゃいけないんですよ。去年とかこの試験が終わってすぐもう熊本市まで行って、大学の同窓会行ったぐらいですから、かなりカツカツでしたから、まあ、やっぱ運転しながら勉強はできないので、まあ、今年は本当家でゆっくり直前まで勉強して、で気持ちも落ち着けながら、そしてまあ、ね、お金とかも移動費とかガソリンとかも使わずに行けるですから助かりました。こう1時間レベルの、ね、住んでる、ね、私が申し上げますから、他の、ね、遠方東京とかから受ける方にとってはこれはもうかなりありがたいことだと思います。でですね、今回ですね、今年のまあ問題のざっとした感想です。この後紹介をいたしますけれども、まあ、検定で、ね、公式に指定されている参考書が3冊ございます。まあ、この3冊から大体8割出るということで、まあ、確かにそのメインでですね、出題はされました。ただ今年はこう結構時事問題もそこそこいろんなところに散りばめておりまして、その参考書だけではわからない、ね、他のところからどんどん積極的に知識を得なければならない、こう、ね、考察していかなければならない問題も多くて、ちょっとまあある意味では私自身は難しいというか、ちょっと手応え厳しいかなっていうのがまあ本音です。まあ、直前にですね、このね、時事問題だったらこの分野出るだろう、このスポーツとかこの人物聞かれるだろうなというところは 2,3 問実は出ました。そこは良かったです。ただね、やはりこう見たことない問題っていうのもやっぱりあるわけでして、まあ、そこはやっぱ勘でいきました。まあ、今年は割と選択肢が多かったので、選択肢に助けられた、ところも結構あります。まあ、受け答えとしてはですね、そんなに大崩れですねはしてないでしょうけども、まあ満点はまあ難しいなと。で、1位の手応えについてはちょっと厳しいかなと、ライバルがねどんだけあるかっていうところと、私自身がまあ少しちょっと自信がないかなっていう問題も正直あるのが事実でございます。それではですね、まあ、あと個人的にですけれども、まあ、私がやってきた勉強法をですね、一応昨年何のだかんだ2位になっている私がですね、おこがましいですけど参考になれば幸いです。まずですね、大分学検定のまあ公式に発表されています、指定の参考書は3つございます。こちら画面に出てますが、大分学ことはじめと、丸ごとわかる大分県、そして平成と大分という3冊でございます。こちらの、紹介につきましては過去動画で、紹介をしておりますので、そちらをご参照ください。で、ですね、まあ、学習方法なんですが、これはもうあくまでも私なりの方法でございます。まず先ほどご紹介の指定の参考冊の書はですね、3冊は、もうこれは必ず学習してください。大体8割出題されると言われています。まあ、とにかくこれ私はまず全部読みました。まあ、中にはですね、去年おととしリリースされたものもありますが、早いものでもう6年前にですね、発売されてすぐ買ってますので、まあ、5、6年の蓄積は
正直まあありますけども、まずは読み込みます。でどういう分野が出るのだなということをざっとまあ俯瞰で捉えます。じゃあその後のじゃあ覚え込みをどうするか、まあ、ここはね人それぞれなんですが、まあ、私の場合はとにかく何回も繰り返して反復学習を行いました。一つまあ私がもう普段大分学以外でも使っている本当研修とかですね、いろんな他の試験でも使っている方アプリがですね、アンキロイドというアプリがございます。これ簡単に言うと、あの単語カードありますよね、こう裏表に、ね、裏に問題書いて裏に答え書いてでフラッシュを、ね、繰り返し覚えていくという、これをですね、まあ、要は電子アプリで、にまとめたのがアンキロイドというアプリでございます。まあ、私もその高校とかですね、大学、そして就活の時にはですね、この単語カードでとにかく毎回書いてこうフラッシュでキャッキャッキャッって覚えて分かったものから外していくって感じでですね、学習してました。これはあのまあ塾の先生も言ってましたが、こう何回も繰り返しながらですね、パッとフラッシュで覚えるのは科学的にもまあ覚えやすいきっかけになるということで、もうしょっちゅう持ち歩いてました。ただね、そのやっぱ書くだけでも時間がかかりますし、その何個もね、やっぱお金もかかりまして、ポケットの中いっぱいですよ。ただですら私メタボでお腹にいっぱい夢が詰まってますけどもね、脳みそは空っぽですけども、まあね、効率的に本当はあのこのアンキロイドというアプリがあれば、いろんな単語帳をですね自分でカスタマイズできて、もう一つにまとまってます。だからあの、まあ、スマホやパソコンでできますし、空いた時間でもできますし、持ち運びもかさばりません。でさらにこのアンキロイドのすごいところは、まあ、ある程度科学的医学的に基づいているそうなんですが、こう脳のですね、まあ、覚える、まあ、メカニズムを利用してですね、例えば、まあ、間違えた問題、難しい問題はもう何回も繰り返し1分後とか10分後にすぐ問題を通って、逆にもう最初から分かる問題はこう後、まあ、後回しというか、次はじゃあ4日後ねとか、もうさらには1年後ねとかいう感じでですね、こう苦手と得意をまず分けます。で苦手なものは何回も優先的に繰り返すように、何回も、ね、解くようになっています。ですから本当にある意味、まあ、学習の効率も上がりますしね、こういろいろ作業してこう、ね、量もうまく減らしていきますし、でさらにこう何回も苦手なことを反復するとさすがに覚えます。どんどん繰り返してですね覚えていくっていうやり方は私はね本当にハマっています。で常にですねこう問題とこう空いた時間にその反復学習をすることで常にもう出題されて、よし脳が答えようっていう、いわゆるクイズの臨戦態勢にですね入ってますので、まあ試験の時でもですね、まあその姿勢っていうのがすぐ活かせると私は思っております。でさらにですね、以下の分野、まああの指定の参考書もですねかなり幅広くですねこの分野をカバーしておりますが、まあ結局それでも頑張っても取れて80点なんですね。まあ80点ちょっとですね、120点満点ですから8割です。で、もうさらにですね、こう、もう満点とか、さらに大分を好きになるって言ったらですね、以下の分野、まあ個人的にですね、分野とかが、まあ本、図書をですね、余裕があれば、こう、そこにも取り組んでいけば、さらにポイントアップが、図れると思っております。一つ目がですね、時事問題です。あ、ばあさんとかじいさんの方じゃなくて、時事問題ですね。まあ毎年ですね、大分学検定、まあ例年、今年もそうでしたが、最初のですね、まあ、筆記問題の、3、4問というのはもう時事問題が必ず出ます。こう新聞やニュースなどで出てきてですね、そのこの1年間の話題についても必ず問われます。参考書ではこれ出てこない情報ですから、で常に、ね、情報新しいのが出ますので、もう新聞やニュースなどでどんどん収集しても自分で、ですね、こう情報を取っていくしかない分野です。ですからこれね、非常に膨大な量になりますし、どっから手をつけていいんだろうってかなり難しいです、ね、ただ必ず出ます。で特に今年はですね、まあ自治問題が最初の方をまとめて出ましたが、その後、まあ参考書の分野、いろいろスポーツとか温泉とかですね、観光歴史など出ますが、その中でも結構今年は自治問題、最近の問題がね結構散りばめられていました。霜降りのようにですね、油がどんどん入ってるというか、ですから結構今年はね、ちょっとやりづらかったというか難しいところも出ましたので、まあ、時事問題というのはこれ結構差がつくところと思います。みんな参考書はやります。
ただそのプラスアルファ、じゃあどこで差が出るかがこの時事問題、これが大きいと思います。で2つ目が方言の問題です。で方言もですね、まあ指定の参考書でも出ておりますが、かなり少ないですし、まあ、メジャーなところしか出ません。で結構この大分学検定、まあ、今年も若干は難しいなと思うんですが、まあ、言葉自体も結構マニアックな、普段聞かないような、まあ、方言自体も出ますし、馴染みがある方言でもこの選択肢でですね、例えばこういう意味で、あこういう意味も含まれているとかいうふうに聞かれると、うん、どうなんだろうな、この意味はあるけどこれ拡大解釈していいのだろうかどうか、今年もね結構その問題あったんですよ。その選択肢がの判断が難しいというのがあってですね、この方言っていうのはそこでまた差がつきやすいなと思いますし、方言も結構大分は奥深いですし、まあ、私も大分県民ですけども、他の、ね、大分県内他の地域で結構言葉変わることもありますので、これがね方言というのは結構肝だと思っております。で3つ目ですね、大分遺産という分野もまあ余裕があれば、いい勉強してればいいと思う、ね、勉強をお勧めしますし、まあ、割と大分学検定出ますけども、大分遺産というのはこの大分合同新聞社さんがメインになってですね、未来に残した大分のまあ宝物をですね120あるわけですよ。大分県内で120、結構数多いですね。私まあ地元で文豪のカルタ作りましたけど、文豪の市内一つの、まあ、自治体で今109ですからね、結構100越すと難しいんですね。この大分遺産を学ぶことで本当ね、大分のこと、まあ、地域的にもそうですし、いろんな分野、食べ物とか歴史とか自然とかあります、お祭りとかありますので、まんべんなく知ることができて、この、まあ、本当に大分学習、まあ、試験に限らずこの大分の研究とかですね、大分を愛するというところでは非常に良いですね、分野ですし、大分遺産という、ね、本も今出ておりますけれども、これですね、非常に勉強になるんですが、ただ本音言いますと、この大分学検定にじゃあもう急いで速攻で取り組むための学習としては、私この大分遺産から取り組むのはちょっと、あまり効率的ではないなと考えております。やはりですね、これ120数あるんですよ。結構な量です。私は地元が豊肥地区ですけども、豊肥地区ではまあ地元だから20個ぐらい知ってるよってなっても、それでもあとは他の地域で100も覚えなきゃいけない、これは結構なボリュームです。去年実は私結構、ね、失敗したことがありまして、この大分遺産の本も指定の参考図書に入っていると勘違いしてました。ところがどっこい、これ別に指定参考図書ではないんですね。もちろん参考っていうか、これもね結構勉強になりましたとか、他の参考資料としても、ね、提示されることがあるんですけれども、去年結構その大分遺産をメインで私勉強してたんですけども、まあ結構ねこれやっぱ120枚で全部漏らすことは無理でした。でしかも結構1週間ぐらい前直前になってそれ気づいたんですね。別に指定図書じゃないよと、8割の範囲に入ってないよと。だからまずね、最低限取りたい方は先ほどの、上記書いてます指定参考図書3冊から勉強して、余裕があればこの大分遺産に、まあ、できる範囲まで取り組むというのがいいですね。深入りすると結構これ難しくなりますので、ただそのまあ試験以外でですね、普通に大分のことを学びたいなった時は大分遺産を学ぶのはかなり面白いですから、ぜひですね、また時間がある時に大分遺産を勉強していただければ楽しいですよ。で最後ですね、これ本当個人的な、まあ、考察というか印象なんですけれども、割と結構出てるなと思うの、まあ、今年はそうでもなかったんですけども、まあ、私も所属してます大分学研究会というですね、研究会、大分のことをですね、いろんな面からですね、学んで考えて、そして愛して、最後は情報提供し合おうというのがですね、大分学研究会です。このまあ実は大分学検定もですね、大分研究会がちょっとですね、まあ関連しているということでございます。で、その大分学研究会、まあ、毎月ですね、何かしら活動をしております。奇数月が座学、で、偶数月が、まあ、外に出てですね、魅力体験ツアーという現地の学習を行っております。結構ね、その年のですね、行った場所とかですね、大分学研究会取り扱った内容、そして行った場所がですね、実は割と出題されることも結構ありました。去年はですね、
例えば朱城御庭という国先の、お祭りがあるんですが、これはどこのお寺の朱城御庭ですかというのがビジュアル問題、視覚の問題、動画の問題で出されました。で、実際それはですね、大分学研究会のツアーで行った、時のですね、朱城御庭の動画を使われてました。だって私が映ってたんですよ、動画の中で。自分で試験しながら、お、俺だと思って。だからですね、そういうところで、あと、西南戦争に関する座学のですね、内容も試験に、その年の試験に出たことがあります。これね、座学受けてたんですけど、結局答えられなかった悔しい問題なんですけども、まあ、今年の問題はそうでもなかったし、今年は大分学は夏の間とかコロナで活動できなかったというのもあるんですが、まあ、割とまあ個人的な本当感想ですし、公式ではないですけれども、大分学研究会1年間活動、どういうことを座学でやったのかですね、どういう場所に行ったのかを見ながら、あ、ここら辺に出たこのつくみの地域、佐伯の地域出そうだなとか、なんかこうね、農業関係出そうだなとかいうのは、まあ一つですね、こう山を張るんじゃないですけれども、このまあ大分学研究会の活動をしていると割とこういうところ、あ、こういうとこ行ったなっていうのがこう試験解きながらこう感じますね。まあ、だからこういうふうなですね、まあ1から4はまああくまで補助的ですけれども、まあ参考までにですね、私なりのまあ学習方法なり出題分析というか出題予想のですね、内容でございました。ね、これを試験後にやるというところが私のまた卑怯なところでございますが、まあ来年のですね、試験に向けて、そしてまあ試験に限らず普通の大分の学習としてご参考になれば幸いでございます。そしてですね、この最後に、まあ今年のその進研大分学検定のですね、まあ結果についてはこの後、まあ11月の大体中旬頃にですね連絡があります。そしてその月末のですね、大分学研究会の例会において、大体この入賞された方にはですね、賞状や商品の贈呈式が行われております。今年はどうなんですかね、一応贈呈を行うそうなんですが、まあ、式まで開くよということまでは書いてないんですけどもね、まあ、コロナの関係もありますけれどね、どうなるかわからないですが、まあ、過去私も表彰式 4,5 回ぐらいですね、対象になってるんですが、出たのが 1,2 回ぐらいしか出られてないんですよ。特に去年とか2位になりながらも出れなかった。なぜかというと、だいたい11月の末ってなんか知らないんですけど、結婚式が入るんですよ。私のじゃないですよ。去年は親戚、いとこが入って、その前は熊本時代のかなり幼かった青年団の先輩、お二方の結婚式がありますし、あと神戸にね、サッカー遠征行ってたというとこがあって、なかなかね、11月末、大事な表彰式で、他の予定が入ってて出れないというんで、悔しいんですけれども、今年は予定を空けてますので、まあね、表彰されればありがたいですね。まあね、いろんなね、こうやって興味を持っていただいてですね、大分学検定をきっかけに、またこの大分のことをですね、知っていただければかなり嬉しく存じます。本当にですね、まあ、なんだかんだこう今、これ、まあ、あくまでも試験ですからね、試験でこう、でしかも順位がとかね、こう、今回で、今年からこの段もですね、今までは 初級、中級、上級だったのが、この時は認定基準が初段とかですね、特待生、名人という、TBS のプレバトみたいな感じになってますね。これは梅沢富美男先生が、俺は永世名人だよって言いたくなるぐらいですね、私も頑張りたいところでございますけれども、まあ、これをきっかけにですね、まあ、一つは客観的にですね、大分学、大分のことをどれだけ自分は知っているのかを、まあ、測る材料が、まあ、の方法の一つがですね、この大分学検定でありますよということ。で、まあ、それの結果がですね、一つ、まあ、大分好き度、大分をどんだけ知ってるかが分かる指標やステータスにもなるよということをご紹介しています。で、さらにこの大分学の勉強を通じて、最終的にはですね、あ、もっと大分のことを知らないとなとか、あ、ここに知ってるけど行ったことない県行ってみようとかですね、これ絶対すごい県を他の、ね、都道府県の方にも紹介しようっていう、まあ、本当大分を知る、ね、好きになるきっかけになれば幸いということで始まっています。まあ、私も今回試験に特化して、ね、順位のこととか厳しく言ってますけれども、やっぱ最終的にはこの大分のことを知ろう、愛そうっていうのがですね、まあ、目的でありますし、私自身のまあメッセージでもあります。一応大分学研究会のメンバーでございますので、これからもですね、ぜひ大分学検定に限らずですね、大分のことをですね、また紹介していきたいと思いますし、まあ、皆様ともですね、また大分の情報交換、そしていろんな方がですね、大分に
お越しくださって楽しんでくだされば幸いでございます。まあ、ということでございまして、今回第8回真剣大分学検定の、まあ、受験直後の感想記などをご紹介いたしました。本当に最後はですね、お付き合いいただきましてありがとうございます。ということでですね、以上でございます。よろしければですね、高評価、いいねボタンもよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。いろんなですね、ジャンルを取り扱っているチャンネルでして、いろんなですね、まあ、旅行とかスポーツもありますが、まあ、割と大分のことをですね、大分での出来事などを、紹介しているチャンネルでございますので、まあ、一人でも多くの方に大分のことを知っていただければ幸いという思いで、これからも、ですね、情報発信、YouTube も、まあ、ブログも続けてまいりますので、どうか皆様よろしくお願いいたします。それではまた、そして来年また一緒に受けましょう。